ところでなんか僕今一回ね、二人は体罰受けたことあんのかよっていう、ね、質問がね。僕も日常茶飯事でしたね。いや俺もね、はい、小学校の頃バンバンやられた。僕小学校5年生と6年生の時は殴る先生だったし、で小学校悲惨でしたよ。はい、グリ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 やられて、これが痛くってさ、でその親、僕親とかに言ったわけよ、はい、これさすがにおかしいんじゃないかと。でそいつおかしかったんですよ。そいつねマジヤバくって、はい、あのまずなんか鼻血とかやたら出すんですよ、はい、であと絶対ロリコンなんですよ、はい、であのだからうちの学校ってね、なんかあの言っちゃったよ、はい、で、それそこなんですけど、あの、はい、そこでね、そこはあのその時にいた先生の名前だけは不幸なことも教えて覚えてないんだけど、はいはいはい、でそのあの そいつで、その時の小学校は方針としてみんなずっと冬でも体操着を着てるとかわけわかんないこと言ってたわけ、はいはいはい、でも他のあらゆるクラスはやってないのに、はい、その担任だけはやってんだよ、はい、でそいつやたらと女の子を可愛がるわけ、はいはい、ブルマーなんですよ、はい、で俺わずで分かったら相手はロリコンだったんですよ、はい、あいつのロリコン趣味とかのせいで俺はずっと体操着着てたわけですよ、はい、冬でも、はい、どうでもいいですよね。どうでもいいですね。本当に。でもそいつでボコボコ殴られて俺、はい、本当にボン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 殴られて。体罰っていうのはさっき言ったインターハイに勝つためみたいなもの、目的性もあるだろうけども、ただ単に何でしょうね、支配するための。そうそうそう、いやだからそいつは装置でもあると。う、うん、あの女の子のブルマを見るために男を犠牲にしてたんですよ、うん。俺小学校5年生6年の時は本当に毎日殴られてたんですけども、これも完全に俺が悪かったですね。ただ単に宿題しなかったから毎日殴られてたんですけども、まあ、でも昭和の時代って結構なんかありましたよね、はい、体罰はい、ええ、ありましたね。僕なんか塾で、あの僕それは 塾の子だから、あの、うん、違う小学校だったんだけど、それすごいラジカルなの聞いたのは、はい、なんか宿題とか忘れると1枚ずつ服を脱がしてって、女の子とか全裸とかで教壇の上に立たせたりするとかっていうの ありましたね。マジですか。はい、でも小学生じゃないですか、はい、結構まあたぎりますよね。今、あ、今はないですか。あ、いや、あの、いや、岡田さんもやっぱりもう今はもうそういうのないですか。いや、そういう流れではないんですよ、いや、あの空間っていうのは。いや、そういう流れじゃないのがいいじゃないですか。あ、そういうじゃないですか。いや、すいません。岡田さんもやっぱり、やはりやっぱりですか、酒飲まない人間ですから、すいません、その辺無粋で。いや。